川新宗教日本教は、岐阜県関市上野保に本部を置く新党系の宗教団体。会員数は、9万2826人。川新宗教日本教文章川新宗教、日本教の創始者は千在一万公美である。本名は、長谷部多と言い,い、教団内では、宝主様、お母自生新宝主千在一万公美様と、呼称される。 また、現在の教団の代表者は、潜在一万神の三男である、潜在豊か魂である。幼名は、長谷部秀彦と言い,い、教団内では豊か魂くん、星子豊か魂入り、原子君と呼称される。岐阜県関市上野保一万三千七百四十九の一に本部を置く。本部は、当初は二階建ての民家だったが、 強制の拡大に伴い整備が進み、現在では33万平方メートルの敷地を持っている。潜在一万光美は、1917年に岐阜女子師範学校を卒業後、結婚し15年間の教職生活を送った後、1932年より7年間、東京で過ごした。徹底的な無心論者であり、六骨カリエスに配信順を併発し、 周辺より進行を進められるが態度は変わらなかった。しかし、1939年に次男が原因不明の高熱を出し、それを契機として修行を開始する。翌年、不信古と白主大臣が降臨し、前世を教示され、理力を体得した。そして、それから10年間、魂の磨きの修行を行う。その間、太平洋戦争の開戦にあたり、 日本の敗戦を予言したと言われている。戦後、河合の恵比寿様として、すでに有名だったが、1952年に、神道神言協会として、宗教法人の認可を取得し、本格的な宗教活動を開始した。マスコミにも取り上げられるようになり、共生は、全国的に拡大し、各地に、神と組織である神か会不創覚性青年会、 生徒も子供会ができる。そして1954年までに、旧神殿や旧神学道場が建立された。1959年には、共生の拡大と協議の内容から、現名書への変更を宣伝する。また、1963年には、神から創始者に、潜在一万光未という生命が与えられる。潜在一万光未という生命には、 とこしえに、永遠青春のうるわしきを母として、多くの愛子の心と共に生きる美しさが、そのまま表現されているとされる。以後、教団は、本部の整備と、協議の体系化に注力した。向かうの里と呼ばれる境内に、不審を祭祀する御神殿、神学道場のある、神玉殿、先祖の供養をする、聖火殿、結婚式場の火食殿、 信者の宿泊施設である向井愛称が次々と建設された。また、本部近くに日本橋前園前継五神園という公園も設け、所在地の上野保地区には教団にちなむ宝主橋一万、神美橋という橋も存在する。また、潜在一万神美は、戦前から開始された、京天類の執筆を継続し、 ついに膨大な教義文書の集大成を、日本教母,母、五文字体系として刊行するに至った。潜在一万神の没後は、三男の潜在豊か魂が、教団の代表者となり、潜在一万神が解いた教義の解説である、道場講話と、信徒との面談である、その朝の交わりによって、信徒の指導を行っている。教義の根本は、 神とはご少者であるという点にあり、日本の国の成り立ちを知り、王やご守護の日の元に誇りと感謝を持つ、神系の魂を持った人々によって、神系国家の樹立を期すことを目的としている。そしてこれまでの仏教観、先祖観を正し、日柄、包囲、占いなどの迷信を是正しつつ、神との指導が行われているとされる。不信古と白主大臣と、 お母みこと姿が祭神である。とりわけ、人類を神に目覚めよ神自ら神を教えんが、代表的な競技書とされる。川新宗教日本教の葬儀は、聖火また花祭りと呼ばれる。参列者は、喧嘩を行い、祭祀者が祖祀を創上し、聖火また花祭りは取り行われる。ありがとうございます。